はい、ということで、秀丸でございます。で、今回なんですけれども、デイさんの方で試乗艇として販売されておりますこの HMEX ですね、 YFR27 ヘルムマスター、EX エキストラかな、 EX はね、はい。で、それのこのジョイスティック周りですね、これがね、今パッとやってみてちょっと面白い機能がいくつかあったので、それをね、実演していただこうというふうに思ってます。で、まず簡単に機能説明からなんですけど、いろいろと機能あります。で、ここあのベイさんね、こうやって分かりやすいポスター作っていただいております。オートパイロットっていうところですね。で、高水時モードとか、ここトラックポイントモード、方向維持モードで、あとはここ、これあのよくね、ヤマハさんのヘルムマスターのプロモーションに出てくるようなこのパターンモードっていうのあるんですけど、まあ正直ぶっちゃけで言うと、このパターンモードあんま使わないと思います、一般的なあの場合ね。で、その中でいろいろ使うのって多分このフィッシュポイントとかドリフトポイントとか、その辺だと思います。なので、この中からいくつか実際に我々コンシューマーが使って嬉しいであろう機能をちょっと紹介していこうと思うんですが、僕本当今日の今日初めて乗りましたの状態なので、ちょっと実演をよろしくお願いします。はい、お願いします。おいでですね、まずあのこのジョイスティックくるくるですね、この状態で今回ってもらってます。で、ジョイスティックに合わせて後ろのエンジンもくるくる回ります。すごいよなこれ。で、これ何がいいって、ポイントを流し替えるとき、打ち替えるときに、こっちハンドルだと、ちょっと触っていいですか。はい、どうぞ。これね、ちょっとこっち切ります。ハンドルだと、例えばじゃあ流し終わりました、頭を変えて次に行きますと、ずっとこう、ってすごく面倒くさい。ただジョイスティックならピット押してコンと入れて、で、クリッとひねるだけ。これだけですよ。ステアリング操作もしない、で、ここのスロットルのリモコン操作もしない。それでほら、回答してくれるんですよ。スティックもこの入り方によって、スラストレベル、まあ、これあのスラストレベル、ここで切り替えるんですけどね、これをこう強くしてあげる。これマックスレベル5までいきます。これを強くしてあげると、弱く入れたら弱く進む、ちょっと奥までいきますね。強くすると、また弱くしていくと、ちょっと危ないんで切りますが、ここのスラストのこのジョイスティックをどれだけ倒し込むかによって、このスロットルレバーの倒し込みと同じ効果を得られる。これめちゃめちゃ楽で、さらにこれをくるくるこうやってやるだけで、このハンドルのくるくるから解放されるという、これがめちゃくちゃまずいいなと思ったポイント一つ。その次に多分皆さんが使うであろう、ちょっとオートパイロット的なやつを実演してもらっていいですか。オートパイロット、はい、はい、コースホールドとかそういった具合のもんですね。はい、はい、じゃあちょっとお願いします。で、今これちょっと安全のためね、そんなスピード出さずにちょっとお願いしたいんですが、はい、はい、じゃあ今これまずくるくる動いてます。くるくる動いてます、これ動きます。はい、じゃあお願いします。ヘディングホールドですね、これ。はい、ヘディングホールドをします。今ホイをがっちり固定しました。はい、こちらのクラスターゲージの方にも今出ました、こういうのが出ますね。はい、こうなると実はハンドルが固定されます。これ動かないんです、本当に。あのギュッとやればそれちょっと動きますけど、だからこのステアリングは無効になったよっていうのが感覚的に分かるようになってます。で、それでもやっぱりちょっと方位変えたいぜっていう時ありますよね。少しずれた、ちょっと修正したいっていう時、これどうやってやるんですか。左右のボタンが左と右でありますので、はいはいはい、これで、まあ、じゃあ押してみます。左押したら、
ここで変更されましたという形で、おお、方位の方はこれで選択できます。だからボタン操作でちょっと右に修正したいって言ったらこっちを押す、ちょっと左に修正したいって言ったらこっちを押す。そうするとここで今、方位的に何度を示してますっていうのが出てきてくれる。まあ、これ言っちゃえば他社さんでハンドルメーカーさんが日本に大手2社いらっしゃるんですけど、そういったところの、オートパイロットみたいな機能がもう純粋でついてくる。そうですね、はい、オートパイロットついてます。素晴らしい。これがめちゃくちゃまず楽だなと思ったいいなポイント。2つ目、で、ここヘディングホールドとクルーズホールドっていう風に2つあるんですね、ホールドのパターンが。で、この違いで言うとヘディングホールドはとにかく、方位に対して頭を完全にそこに向けちゃう。だから潮とか波がこう影響してずれちゃうんだけど、ずれた後その方位でまっすぐ行っちゃう。だから風が吹いたらこういう風に進んじゃうこともあるよということになる。クルーズホールドっていうのは、こういって風に流されました、そうなると戻ってきてくれる、こういう違いがあります。なので、風に流された後、自動で修正してほしいときはクルーズホールドを使いますと。で、風潮流されても、自分でこれポチポチ修正するからいいよっていう場合はヘディングホールドを使いますということで、似てるようだけどちょっと違う弾き方をするという状態があります。その後ですよね、この釣り船もう、これねクルーザーとしても使える船なんですけど、釣り船としての進化を発揮するのは当然この FSR、 これだと思うんですけど、実を言うと僕これ嫌いなんです。っていうのがちょっと実演しますけど、FSR をオンにしてこうするとこれクラッチを入れる感覚切る感覚だけを、制御してくれる状態になるんですが、例えば今日みたいに風が緩いぞと、これ比較的もう共鳴みたいな波なんですけど、この風が緩い時に、FSR レベル1だと次のクラッチがコンと入るまでに非常に間隔が空く。その間船は当然流れ続けるので、この FSR1 番2番3番って選べるこの強さが合ってるのか違ってるのかが非常に分かりにくい。これが僕個人的な見解で嫌いなんです。ただしここにフィッシュポイントモードと、ドリフトポイントと言われるこの2つのボタンが非常に釣り人に有益だろうということをちょっと実演 してもらっていいですか。さあちょっとね分かりやすいようにこのイカダにね、あえて近づけてきてもらってます。で、まずフィッシュポイントからですかね。はい、じゃあ例えばこの位置来ました。もうイカダすぐそこです。非常に分かりやすいようになったと思います。で、じゃあこのタイミングで、ここが魚礁だと、はい、魚礁の上にうまくついた、じゃあここで定点止めたいっていう場合ですね、はい、フィッシュポイントを引きます。デッドするとこういうハザードがつきますと。はい、で、こうなるとですね、今分かりやすいようにこの位置ですね、いかだのほぼ末端の部分で船を止めていただきました。で、フィッシュポイントのスイッチがオンになっている状態です。で、そうすると今この子非常にこう細かくですねちょこちょこと制御してくれてます。これも完全自動で動いてます。だからスタッフさんも今この位置まで下がって逃げてくれてますし、当然僕もこうやってヘルム周りには何も触ってない状態です。そして振り返ってみるとこういう感じで自動制御してくれてると。で、
通常であれば今日風速でいうとまあ2メーターぐらい、1から2メーターぐらいですかね。で、潮もほぼ満潮で止まり気味というね、このフィッシュポイントの機能を説明するには非常にやりにくい条件ではあるんですけど、見てください、このイカダの末端からスタートしてフィッシュポイントで固定するときちっとここで止まってくれてます。まあ、当然、クラッチのオンオフで、制御をしてますので、若干の前後はします。ただ、言ってしまえばミンコタのアイパイロットで定点保持をしているような疑似的な、定点保持をしてくれるということで、だから例えば魚礁なんかですね、魚礁の真上だったりとか、かかり釣りをするよという場合にこのフィッシュポイントっていうのは非常に効く。もう潮とか風に流されても、この位置を保ってくれてる、そういったモードになります。じゃあ今度このドリフトポイントってなんやねんというところで、これがね、さっきこのフィッシュポイントがかかり釣りの時に効きますという話をしたんですけど、ドリフトポイントは当然流し釣りで効いてきます。ということでちょっと一旦お願いしていいですか。ちょっと角度直しましょう。はい。当然流し釣りですんで、まずケツをですね立てていただきます。友立て、ケツ立てですね、そういった具合でちょっとまず角度をうまく修正してもらいます。風この方向ですね、今真後ろから当たる状態になりました。ということで、はい、ドリフトお願いします。はい、で今ドリフトポイント入りました。で、ちなみに、イカダとの距離感こんな感じですね。目立てで、山立てで見ていただければと思います。左舷側のイカダはだいたいこれくらいの位置、まあ目測で20メーターぐらいですかね。で、右舷側のイカダも20メーターぐらい、まあ、ちょうど中間ですね。イカダの真ん中に保持してます。で当然私触ってませんし、スタッフさんも触ってませんと。で、先ほどのフィッシュポイントと同じようにせわしなく動いてくれてるという状態です。で僕さっき FSR 嫌いだよっていう話をしましたが、まあこのドリフトポイントは疑似的な FSR だと思ってください。で、潮とか風に押されてだんだんとポイントがずれてきてるんですね。先ほどは完全に、一点保持という形で、先ほどあのイカダのこの辺りで完全に停止をしておりましたが、今回のドリフトの場合もう右舷側のイカダはだいぶ離れてきてます。対して、左舷側のイカダが、先ほどより5メーターぐらいくっついた感じですね。なので潮はこの方向に流れていってます。でだから友立てをしたい時っていうのは、従来であれば FSR ボタンを入れてレベルを設定して、ここハンドルを、ここは細かく動かしてあげて船を定位させてた、流してたのものに対して角度さえ決めてやれば、このボタンポチッと一発押せばそれで終了という具合で非常に便利になってきてます。はい、実はこういう角度でこの角度を維持したまんまこう流れていました。先ほどのドリフトポイントっていうのはフィッシュポイントはここでとどまってました。ドリフトはこの角度を保ってこう流れてましたという状態で、ジョイスティックポイントでこのフィッシュポイント設定と言われるここをですねポチッと押します。そうすると船首と船尾と選べるようになりますので、これを船首の方に切り替えてもらって、今これ船首になりましたね。これでスパンカーを立ててやって、船首を風上に向けてドリフトポイントを押してあげると、疑似的な、オートパイロット船立てができると。その場合に効いてくるのがこれスパンカーで、
スパンカープラス従来であればこの FSR をして、ハンドルくるくるして、このスラストレベルを合わせて、でこのスラストレベルもクラッチのオンオフなので、あーこれ違った、ちょっと違う、ちょっと違う、あー強すぎた弱すぎたっていうのをいろいろやんなきゃいけなかったのが、もうボタン1個ポチで終わっちゃうという、これがヘルムマスターのめちゃめちゃいいところだと思っております。思っておりますというか、今使って非常にいいなっていう風に感じました。これ僕ね、最初いろんなウェブサイトとか掲示板系を見てた時に、このヘルムマスター HMEX っていうのが27に搭載されたっていう時に結構否定的な意見が多かったんですね。どうせ一気掛けのエンジンにこのジョイスティックなんて関係ねえじゃねえかっていう意見も多々見ました。ただ僕今これ使ってみて、ジョイスティックはやっぱりポイント流しを打ち替える時にすごく便利で、かつこの辺の機能ですね、定点保持だったりとか、あとドリフトで流していく時、これめちゃくちゃ使える。でやっぱりこれヤマハさん的にはこのスパンカー、この船スパンカーつけれるので、スパンカーをつけて、かつ設定で船種を立てたいか船尾を立てたいかっていうのを選ばせてくれるっていうことは、ヤマハさんそういうことでしょね、という具合で、はい、ベイさんの方でこちらの 27HMEX お問い合わせいただければと思います。ということで、ベイマリナさんありがとうございます。ありがとうございました。